こんにちは、デザインを担当する助産師のちさ子です。はい、せっかく別府にやってきたので、ちょっと温泉巡りしてみたいと思います。地獄、地獄って、地獄っていうワードがものすごい頻発してて、はい、地獄の近くには何々があって、カフェがあって、地獄の近くに地獄、地獄って、地獄の近くって何なんでしょうね。今日は地獄巡りです。はい、ということで、海地獄っていうところに行ってみたいと思います。頑張らんでええです。適当でええです。湯煙が上がってるね。98度の天気です。なんか蒸してるんですかね。これ蒸し料理したら絶対美味しいやつや。触らないでくださいって言われたら触りたくなる。ドロンドロン。すごい。どこ行った。ひさこどこ行った。ここでひさこどこや。見えない。すごい、なんか蒸されそう。美味しく蒸し上がるかな。甘みが増すかな。温泉の成分の関係で青くなってる。なんで今日雨降ってるんでこんなに青くなってる。沖縄のうちの我が家から徒歩3分のところの海の色ですね。こんな色してるわ、エメラルドグリーン。なんで青になるんでしょうね。化学反応ってどういう化学反応なんですか。なんか誰かがなんか言うてんじゃん、青の温泉の元。これ温度高いんですか。90度以上あります。もうこの子の方言ってたい、これ入られへんわ。綺麗な色ですね。海地獄ですよ。地獄ですよ。何メートルある。掘っていくと、もう深さすごい200メートルとかあるんだって。うん。すごいね。私、エビデンス、科学的根拠っていうのがすごく気になる人なんで、これ、なんで青いんかっていうのを、これ変えたらちょっと調べてみたいと思います。なんで青やねんやろ。めっちゃ気になる。どういうことが起きて青なんやろ。早く調べます。温度90度以上あねんて。ゆで卵ゆでたけたりするけど、だから入れないんですって、温泉だけど。温度が高すぎて。入ったら焼ける人死んじゃいますよ。だから地獄。足元注意です。滑ります。出してる音がしてますけど、なんかもうすっごいですけど、誰がやってるんでしょうね。地球すごくないですか。なんかこういうとてつもない力が働いてる麓に私たち人間って生きてて、そういう中でこう赤ちゃんが生まれて子育てをしていて、夫婦問題っていう悩み、ママ付き合いで人間関係の悩みとかやってますけど、なんかこういう自然の猛威の前に立ったら、私が悩んでることって何やろうで、どうでもいいかもしれんとか思いません。ほんまになんかそういう意味でもこう自然に触れるっていうのは子育て中にはすごく重要かもしれませんね。はい、神社がありますよ。白龍って読むのかな。白龍稲荷大寺かな。では、全国のママさんたちが幸せになりますように、笑顔になりますように、私が代わりに祈っていきます。いきますよ。
まあ、観光タクシーの運転手さんに聞くと、この海地獄にしかないものをお土産買ったらいいよってアドバイスをいただきまして、ってなったら海地獄って入っているお土産がいいかなと思うんですけど、これこんな、こんな入浴剤なんですけど、せっかくなんでこれ視聴者プレゼントでちょっといくつかゲットして帰りたいと思います。どういう企画で皆さんにこれを提供させていただくかはちょっと沖縄に帰ってから考えますね。視聴者プレゼントでちょっといくつか買って帰ります。楽しみにしててください。はい、どうも温泉です。飲んでみたいと思います。80度大変暑いです。気をつけて。透明ですけどね。透明。はい、いただきまーす。あ、熱っ。あ、香りが、もうすでになんか硫黄の香りがしますよ。お、大丈夫なのかな、飲んで。熱っ。あ、あ、なんか、ミネラル？なんか、ちょっと塩系の味がするというか。あ、温泉です。これ普通のお湯じゃ全然ない。熱っ。なんか昆布茶とかをめっちゃ薄くした感じみたいな、そんな感じ。あ、で美味しいかも。これだけ見えてないわけですね。初めて飲む感じ。美味しいです。なんか病は木からじゃないけど元気になる気がする。思い込み大事だね、人間ね。YouTuber やから喉大事なんで。鼻からゆっくり吸ってください。鼻からゆっくり思いっきり吸い込んだらダメですよ。それはわかんやん。わかんやん。美肌の湯大事ですよ。 YouTuber なんで行きます。フロフロフロ。これを水蒸気にかけないようですね。乳白色のブルーってなんか魅力的じゃないですか。なんか私この温泉めっちゃ今入りたいねんけど、温度見たら100度やってあかん、死ぬ。ここは赤いですね。でもね、これ赤いけどこっからさ、ほら見て、一歩よいしょ、この一歩でもうこんな色なんですよ。ほんでまた一歩こっちよいしょ、赤なんですよ。不思議じゃないですか。普通に考えたら同じこの敷地内で掘ったら同じ色の温泉が出ると思いません？なんでこのこんだけのこの一歩でこんなに色が違うって意味が分からん。みんな違う。じゃあ足湯乳白色、これ乳白色なんか魅力的、入ります。よし、では入ります。気持ちいい。やっぱこれ出張行くといっぱい食べるんで足がむくむんですよ。なんかむくみが消えそう。気分的に。かまど地獄ミネラルバスパウダーか、かまど地獄ミネラルフェイスパックか、どっちにしよっかなと思ったんですけど、フェイスパックいきます。塩化ナトリウム、はい、お肌ツルツルスベスベになるフェイスパックで、ママさんたちみんなテンション上げていきましょう。じゃあこれ視聴者プレゼントで5個買ってきます。1、2、3、4、1、2、3、4、5、はい、ゲットです。かまど地獄ミネラルフェイスパック、はい、地中の底、地獄から来るパワーでこうやっていろんな食材を蒸して昆布とかお醤油でいただきます。ものすごいヘルシーで、ガスも IH でもないもんね、これ。
すごいですね、地球のパワー。足を、そして温泉の蒸気で蒸したシンプルなお料理いただきます。まず鶏、おいしい、キャベツ、甘い、おいしい、おいしい、本日ラストの地獄でございます。血の池地獄、はい、真っ赤なのかなっていう感じがしますけど、行ってみましょう。お、すでにすごい色してますね。赤い赤い血の池地獄です。なんかヘドロっていうのかな、なんていうのかな、あれなんかすくって匂いを嗅いでみたいなんでこんな色になるんでしょうか。不思議ですね。お湯の色は多分これ透明なんかな。で、そこにある砂っていうか何の成分かわからへんけど、なんかこう沈殿してるものが赤いんですかね。合ってる？まあここから湧いてるの。では別府温泉の3つ目の地獄、血の池地獄の視聴者プレゼント、これにします。血の池南高高でって読むかな、医療の殺菌力が皮膚病に効く、どういう効能なんでしょうね。殺菌力どういう効能なんでしょうね、聞いてみましょう。水の血、ひび切れ、赤切れ、ニキビ、やけど、霜焼け、虫刺され、汗も浸水、色の変え見方できます。何が入る、池の粘土を使った皮膚病のお薬になります。5000円はドロと硫黄、モクタールってなるよ、まあ、ワセリンなんですよね、要は。皮膚の水分とかいろんなものを封じ込めるっていうような、ワセリンなんですね、基本ね。で、それに温泉の成分が多分含まれてるっていうものだと思います。はい。別府温泉は7つの地獄があるみたいなんですけど、まあ、時間の関係上、3つしか回れませんでしたけど、海地獄と、かまど地獄と、血の池地獄、この3つを回らせていただきました。もう一回じゃあこの地中の底から、地球から来るパワーにお祈りをしておきます。別府のママたちが、大分県のママたちが、九州のママたちが、日本のママが、世界のママが、ハッピーになりますように。よし、じゃあこれで沖縄に帰りたいと思います。大分県ありがとうございました。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。